バレーボールネーションズリーグ2024のファイナルラウンドを控えた6月24日、1ヶ月後に開幕するパリ五輪に向け、出場内定選手を発表した男子日本代表、龍神NIPPON。今や世界ランク2位の強豪、日本のこの発表に、五輪公式や海外メディアが大注目しています。フィリピンで開催されていたネーションズリーグの予選を終え、ファイナルラウンドの地、ポーランドのウッチに乗り込む日本代表チーム。ファイナルラウンド初戦は、予選でフルセットまで熱戦を強いられたカナダとの準々決勝となっており、注目が集まっています。この移動を前に、フィリップ・ブラン監督と南部雅史協会委員長はマニラからオンラインで記者会見を開き、パリ五輪の出場内定選手12名と交代選手1名を発表。この中で、当初の目標を超え世界ランク2位になったことや、今後もチームとして団結して挑むことを確認し、ブラン監督は、バレーボールネーションズリーグに参加している選手は皆日本チームがいいパフォーマンスを出すために重要な選手、他の大会と同じように14名連れて行きたかったと選考が非常に困難であったことを強調し、歴史を作ることを念頭に励んでいくことを約束してくれていました。これに対しファンの方々からは、リベロは山本選手なんだね、この選考ブラン監督悩んだろうな、一人しか選べないなんて、リベロ一人なのが辛いが最強メンバーでメダルを獲得してくれるに違いない、などと狭き枠に対する嘆きの声が多く上がっていました。この今や世界ランク2位という強豪チームの発表に対し、日本のみならず海外もメディアもすぐさま反応。五輪公式は、バレーボール男子日本代表のパリ2024出場内定選手が発表されました。オリンピックでの活躍が待ちきれません。と公式サイトや SNS で報じると、海外メディアのバレーボールワールドは、公式サイトにおいて、日本はパリ五輪に向けて13人の選手を発表した。とのタイトルでメンバーを発表。日本は1972年以来の表彰台にカムバックする計画だとの見出しで、日本がメダルを持ち帰るため最強の布陣で挑むことを述べ、ブラン監督就任後、日本が数年という短い期間で国際大会での飛躍を遂げたこと、石川祐希選手を中心に西田有志選手や高橋藍選手といったこれまでの強い日本代表を支え続けてきた選手たちを選出したことなどを記述し、加えて興味深い選出に驚愕したことを投稿。それが甲斐優人選手の選出。この投稿では、今シーズンバレーボールネーションズリーグで良いパフォーマンスを発揮した20歳のアウトサイドヒッターの甲斐をブランが選出したことは最も興味深いことだと驚きを持って報じており、甲斐選手が若きエースとして急成長していることを示唆。また、我々の最大の目標はメダルの獲得であり、大きな決意を持ってそれにアプローチしていく。東京大会以来多くの経験を積んでおり、五輪まであと1ヶ月だが、金メダル獲得に向け最善を尽くす準備をしたい。という力強い石川選手のコメントも掲載していました。そんなネーションズリーグ予選ラウンド終了時点で世界ランク2位の日本は、パリ五輪1次リーグ抽選で第1ポット入りが確定しており、日本時間27日にポーランドで1次リーグ抽選会が行われる予定となっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。大会も躍動と成長し続けている日本男子のパリオリンピックでの活躍を期待してます。監督も悩みに悩み抜いてなんだとは思うけど、
アメリカ戦で活躍していた選手たちがメンバーから外れるのは悲しすぎた。世界ランキング2位おめでとう。パリ五輪も全力で応援します。やっぱりこのメンバーだった。思った通りだったが、やはり枠が足りないと誰もが思う。今の日本は誰が出ても強いチーム。長い戦いになると思うけど、一つずつの試合を大事に、自分のやるべきポジションを頑張ってほしい。なんで14人じゃないんだよって叫びたくなりますね。リベロを1人しか選べないなんて、いっそのこと小川選手を山本選手に乗せて2人でコートに立って、リベロ決めるのは苦渋の決断だっただろうな。ブラン監督、もう12人プラス交代選手1人プラスリベロ交代選手1人でいいじゃん。リベロ1人なのが辛いが、最強メンバーでメダルを獲得してくれるに違いない。リベロは山本選手なんだね。この選考ブラン監督悩んだろうな。1人しか選べないなんて。ここにいないメンバーも含めて全員で戦いに行くのだと思う。登録外の選手たちにも等しく敬意を表したい。リベロはどちらが選ばれても納得だし文句ないけど、切ないですよね。選手やスタッフの皆さんは、我々には理解できないほどの覚悟とプレッシャーを持って戦ってくれると思う。この選出にはブラン監督も苦悩の決断だと思った。他の選手の分まで思いっきり楽しんで勝ってほしい。人選悩むほどいい選手がいるのも、今の日本が強い証拠ですね。今の日本は歴代最強だし、その中で選出された選手たちは日本全員の期待を受けて頑張ってくれるよ。まだネーションズ中でタフな試合ばかりで気が抜けないと思いますが、パリも日本のやりたいバレーをやればきっと大丈夫だと信じてます。